キバー。行け。ナイスキバー。はい、皆さんおはようございます。パパチャルです。本日は関東リーグのため埼玉県に向かっております。関東リーグも残り2試合となり、埼玉 SC さん、そしてジャイアント和樹さん所属する横浜たけるさんとの試合で、リーグも閉幕ということになります。この残り2試合、どれだけ勝っても順位が上がることはないんですけど、この2試合の方によって今後のサッカー人生にも大きく関わってくると思うので、しっかり今シーズンやりきって、終わりたいなと思います。で、話は変わるんですが、昨日 FC ジードの大会がありまして、群馬県のミルクカップという、群馬県では大きな大会なんですが、準決勝で敗退してしまいました。決勝まで行けば、テレビ放送があったので、選手たちも、そこに向けてですね、一生懸命頑張っていたんですが、その大舞台にやっぱ僕も監督としてですね、選手たちを立たせてあげたかったなと思うんですが、ちょっとやっぱりまだまだ僕の力不足だったなと、すごく感じました。はい、最終的にプレーするのは選手たちなんですけど、なんていうのかな、もっと監督として何かできることがあったんじゃないかなと、なんか打つ手があったんじゃないかなと、かなり悔やまれますね。決勝に進出したパナティコス FBA さんにはぜひとも優勝していただきたいなと思います。はい、ということで今シールの音声にインしたので、ちょっと補食とか買ってチームに合流して、この試合しっかり勝って帰っていきたいなと思います。それでは行ってきます。みんなそこ降りちゃダメだよ。こっちおいで。こっちおいで。うん。うん、今きなこ取っとる。ちょっとこっち来て。うん。おかわり。ただいま。ポポちゃん試合勝った？今日？うん。負けちゃった。でも次さ、
ジャイアント和樹さんと試合でしょ。来週ね、うん、最後の試合やけん、最後はね勝ってきて、はい、頑張ります。はい、見てサッカー日記。え、なんて書いてるん。今日はあまり止められなかったけど、今度は頑張ろうと思います。おーって書いてる。見て、これドラえもん。何これ、サッカー日記書くん。そう、そうなの。そしてね、こうやって、カレンダーとかがあって、うん、見てこれ、かわいいでしょ。うん、手帳とか、前みたいに。さっきのね、一番面白いのあるよ。前みたいにつけるようにした。うん。シールちゃんシール貼っていいって言われた。うん、じゃあ、サッカー日記頑張ってつけていきな。はい。今日あんまり止めれなかった、ね、そっか、じゃあまた頑張って、うん、ね、見てハノチャル TV チャッチャン。いいよ、こっち。はい、ということで、今日も一日が終わりました。はい、カウチャルもサッカーよく頑張ったね。パパチャルは、昨日 FC ジードが準決勝で負けて、で今日チャレンジャーズが負けて、ただね、パパチャルが指導を言ってる高校生が、PK でね、選手権の1回戦予選をね勝ちましたね。それは良かったなと思います。ほっとしました。はい、ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。はい、カウチャル。はい、カウチャル、一言お願いします。いつもカウチャル TV 見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。カウチャル10万人目指してるからチャンネル登録してね。それじゃあバイ。それじゃあバイ。サポチャルの人に言った。うん、言った。チャル、ありがとうございます。言った。うん、言ってないね。はい、どうぞ。ハマちゃん、ルさんたち、ありがとうございました。はい。お願いします。